こんにちは。今日の講義は書籍、小学生でもわかる世界史です。この本は、人気 YouTuber のピヨピーヨ速報が執筆した世界史の入門書で、特に小学生を対象にしていますが、大人でも楽しめる内容になっています。著者は、YouTube チャンネルで94万人の登録者を持ち、総再生数は1億5000万回を超えるほどの人気を誇っています。この書籍は、彼の動画を元にしており、分かりやすさと面白さを重視しているのが特徴です。全ページがフルカラーで、700点以上の地図や図版が使われており、視覚的に歴史の流れや重要人物を理解しやすくしています。歴史を学ぶことが楽しくなるように工夫されており、難しい用語や概念をシンプルに説明しています。本書は、5つの章に分かれて構成されています。最初の章はヨーロッパ編で、古代ギリシャや古代ローマの歴史から始まり、ローマ帝国の崩壊後の西洋の歴史、神聖ローマ帝国時代、フランス革命、第一次世界大戦、第二次世界大戦までをカバーしています。これにより、読者はヨーロッパの歴史の流れをつかむことができ、重要な出来事や人物についての理解を深めることができます。次に中東編では、古代メソポタミアの歴史やイスラム帝国の成り立ち、さらには中東戦争についても触れています。中東の歴史は複雑ですが、著者はそれを分かりやすく説明しており、重要なポイントを押さえています。インド編では、インドの歴史について簡潔にまとめられており、特にインドの文化や歴史的な出来事に焦点を当てています。中国編では、秦の始皇帝から始まり、項羽と劉邦の戦い、漢王朝、三国志、東王朝、宋王朝、元王朝、明王朝、西王朝、中華民国、そして中華人民共和国までの歴史が紹介されています。これにより、中国の長い歴史を通じての重要な出来事や人物が理解できるようになっています。最後の章はヤバイ国列伝で、モンゴル帝国やソビエト連邦、大英帝国、アメリカ合衆国、大日本帝国など、歴史的に特異な国々についての解説が含まれています。これらの国々の歴史を通じて、読者は世界の多様性や歴史の面白さを実感できるでしょう。この本は、歴史を学ぶための導入として非常に役立つ一冊であり、子供から大人まで楽しめる内容となっています。大学受験のための詳細な内容は含まれていませんが、一般常識を身につけるための良いスタート地点となるでしょう。全体を通して、著者のユーモアや独特の表現が随所に見られ、読者の興味を引きつける工夫がされています。このように、小学生でもわかる世界史は、歴史を楽しく学ぶための素晴らしいリソースです。まず、著者が YouTube で培ったユーモアや軽快な語り口が、書籍にも色濃く反映されています。歴史の出来事や人物を紹介する際に、堅苦しさを排除し、親しみやすい言葉で説明することで、読者が興味を持ちやすくなっています。例えば、古代の戦争や政治の出来事を紹介する際に、著者は面白いエピソードや比喩を用いて、難しいテーマを身近に感じさせる工夫をしています。また、視覚的な要素が豊富であることも、この書籍の大きな魅力です。700点以上の地図や図版が使われており、これにより読者は歴史の流れを視覚的に理解しやすくなっています。地図を見ながら、どの国がどのように影響を与え合ったのかを追体験することができ、単なる文字の羅列では得られない理解が得られます。特に小学生にとっては、視覚的な情報が記憶に残りやすく、学びを深める助けとなります。本書は、単に歴史の出来事を羅列するのではなく、各地域の文化や社会背景にも触れています。例えば、古代ギリシャの哲学やローマの法律、インドの宗教、そして中国の思想など、歴史的な出来事がどのように人々の生活や考え方に影響を与えたのかを考察しています。これにより、歴史を単なる過去の出来事としてではなく、現在の私たちの生活や価値観にどのようにつながっているのかを理解する手助けとなります。さらに、各章の終わりには、重要なポイントをまとめたまとめページが設けられており、復習や確認がしやすくなっています。このように、学んだ内容を整理することで、知識を定着させることができます。特に小学生にとっては、復習が重要な学習の一部であり、
この工夫は非常に有益です。本書は学校の授業や家庭学習の補助教材としても活用できるように設計されています。歴史を学ぶことの楽しさを伝えるだけでなく、実際の学びに役立つ情報が詰まっています。歴史を学ぶことが苦手な子どもたちでも、興味を持って取り組めるように工夫されていますので、親子で一緒に読むのも良いでしょう。この書籍はただの入門書ではなく、歴史を楽しむためのガイドブックとしても機能します。歴史を学ぶことが楽しいものであることを伝えることに重点を置いており、読者が自分でさらに学びを深めたくなるような内容になっています。興味を持ったら、ぜひ関連する書籍や資料を手に取ってみることをお勧めします。このように、小学生でもわかる世界史は、歴史を楽しく、そして深く学ぶための素晴らしい一冊です。本書を読むことで、読者は様々な良いことを体験できるでしょう。まず、歴史に対する興味が高まることが期待されます。著者のユーモアや親しみやすい表現によって、難しいと思われがちな歴史が身近に感じられるようになります。これにより、歴史を学ぶことが楽しいと感じるようになり、自ら進んで学ぼうとする気持ちが芽生えるでしょう。また、視覚的な要素が豊富に含まれているため、地図や図版を通じて、歴史の流れや重要な出来事を理解しやすくなります。視覚的な情報は記憶に残りやすく、特に小学生にとっては、地理や歴史の知識を身につける大きな助けとなります。地図を見ながら、どの国がどのような影響を与え合ったのかを考えることで、世界の広がりを感じることができるでしょう。さらに、各地域の文化や社会背景に触れることで、歴史が単なる過去の出来事ではなく、現在の私たちの生活や考え方にどのように影響を与えているのかを理解する手助けとなります。これにより、歴史を学ぶことが自己理解や他者理解につながり、様々な価値観を受け入れる力が育まれるかもしれません。また、復習や確認がしやすい構成になっているため、学んだことを整理することができます。特に小学生にとっては、復習が重要な学びの一部であり、知識を定着させるために役立つでしょう。各章のまとめページを活用することで、学びを振り返り、理解を深めることができるのです。この書籍は、学校の授業や家庭学習の補助としても非常に役立ちます。歴史を学ぶことが苦手な子どもたちでも、興味を持って取り組めるように工夫されているため、親子で一緒に読むことで、家庭での学びをより充実させることができるでしょう。親が子どもに歴史を教える際の良いきっかけにもなります。さらに、歴史を楽しむためのガイドブックとしても機能します。読者が興味を持ったテーマについてさらに調べたり、関連する書籍や資料を手に取ってみたりするきっかけを提供します。これにより、学びが広がり、歴史に対する理解が深まることが期待されます。このように、小学生でもわかる世界史は、歴史を楽しく学ぶための素晴らしいリソースであり、読者にとって多くの良い影響を与えることでしょう。歴史を学ぶことが自分自身の成長につながることを実感できる一冊です。歴史は単なる過去の出来事の集まりではなく、人間の営みや社会の変化を理解するための大切な手がかりです。この書籍では、古代から近代にかけての重要な出来事や人物が紹介されており、読者はそれを通じて歴史の流れを学ぶことができます。例えば、古代ギリシャの歴史では、民主主義の起源や哲学の発展が重要なテーマです。古代ギリシャでは、アテネという都市が民主主義を発展させ、市民が政治に参加する仕組みを作りました。この考え方は、後の西洋の政治システムに大きな影響を与えています。また、ソクラテスやプラトン、アリストテレスといった哲学者たちの思想は、倫理や政治、科学に関する考え方の基礎を築きました。これらのテーマは、現代社会における価値観や政治のあり方にまでつながっています。次に、古代ローマの歴史も重要なテーマです。ローマ帝国は、広大な領土を持ち、法律や建築、道路網の発展など、様々な面で後のヨーロッパに影響を与えました。ローマ法は、今日の多くの国の法律制度の基礎となっており、正義や権利についての考え方に大きな影響を与えています。また、ローマの建築技術や公共施設の整備は、都市の発展に寄与し、今でも多くの都市でその影響を見ることができます。中東の歴史では、古代メソポタミアやイスラム帝国の成り立ちが取り上げられています。メソポタミアは、
文明の発祥地の一つとして知られており、文字の発明や農業の発展が行われました。これにより人々は定住生活を始め、社会が形成されていきました。またイスラム帝国は科学や医学、数学の分野で大きな進展を見せ、後のヨーロッパのルネサンスに影響を与えました。特にアラビア数字や代数の発展は現代の数学に欠かせない要素です。インドの歴史では宗教や哲学の多様性が強調されます。ヒンドゥー教や仏教の成立はインドだけでなくアジア全体に影響を与えました。仏教は特にアジアの文化や思想に深く根付いており、平和や慈悲の考え方が広まりました。これにより人々の価値観や生き方に大きな変化をもたらしました。中国の歴史では秦の始皇帝による統一や漢王朝の繁栄が重要なテーマです。秦の始皇帝は中国を初めて統一した皇帝であり、中央集権的な政治体制を確立しました。これにより中国の歴史は大きく変わり、その後の王朝に影響を与えます。漢王朝の時代にはシルクロードが開かれ、東西の文化交流が進みました。この交流は商業や文化の発展に寄与し、今日の国際関係にもつながっています。ヤバイ国列伝ではモンゴル帝国や大英帝国、アメリカ合衆国など歴史的に特異な国々の成り立ちや影響が取り上げられます。モンゴル帝国は広大な領土を持ち、異なる文化を統合したことで知られています。彼らの征服活動は交易路の発展や文化の交流を促進しました。一方大英帝国は植民地を通じて世界中に影響を及ぼし、英語や西洋文化が広がるきっかけとなりました。アメリカ合衆国は民主主義の理念を掲げて独立し、世界の政治や経済において重要な役割を果たしています。歴史を学ぶことは単に過去を知ることではなく、現在や未来を考えるための基盤を築くことでもあります。この書籍を通じて読者は世界の多様性や歴史の深さを感じ取り、より広い視野を持つことができるでしょう。そして読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康であることが人生を豊かにする基盤だからです。体が健康であれば日常の活動も楽しく、自己実現に向けて前向きに取り組むことができます。特に近年健康への関心が高まっており、そのために専門的なサポートを受けたいというニーズも増えています。そのようなニーズに応えるために、ここで紹介するのがライザップ結果にコミットプライベートジムです。ライザップは個別のニーズに合わせたトレーニングプログラムを提供することで、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。ライザップの特徴は多岐にわたります。まず専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。これにより一人一人の体力や目標に合わせた最適なトレーニングが提供され、効果的な成果を得ることが可能です。トレーナーがしっかりとサポートし、モチベーションを維持することで長期間の継続が可能になります。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントも重視しています。単なるトレーニングだけでなく、健康的な食事や心のケアもトータルでサポートし、健康的な生活習慣の定着を支援します。これにより体重だけでなく全体の健康を向上させることができます。さらにライザップのプログラムは個室で行われる完全個室のプライベートな空間で行われます。これにより他の人の目を気にせず集中してトレーニングに取り組むことができ、プライバシーも守られます。また1日50分週に2回という無理のないトレーニングスケジュールも魅力の一つです。忙しい日常の中でも続けやすく、リバウンドしにくい体づくりをサポートします。さらに嬉しいのは30日間無条件全額返金保証がついていることです。自分に合わないと感じた場合でも安心して始めることができ、効果を実感しなければ全額返金してもらえる制度です。ライザップのプライベートジムは結果にコミットするというブランドコンセプトのもと、真剣に向き合い本気で成果を追求する姿勢が感じられます。これまでに多くの成功事例があり、その効果は実証済みです。ダイエットだけでなく健康を総合的に管理するためのパーソナルトレーニングジムとして自信を持って推薦できるサービスです。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。
以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。